ゴア。ゴアのハロレムビーチという南ゴアがあって、南ゴアでも本当に南にあるビーチにいるところです。本日北ゴアのアンジュナビーチから、車タクシーを利用してきたんですけどね、まあ、こんな感じでビーチが広がってます。すごく綺麗ですね。なかなかいい感じのビーチです。アンジュナビーチも良かったんですけどね、こっちの方がね、なんかいい感じがします。こっちの方がどっちかっていうと、プライベート感というかですね、開放して見て、そっちに椅子があるんでそう座ったりすることできます。でレストランとかお店がそっちにあるんで、なんか買いたいものとか、もしくは、食べたいものあればレストランとか利用することができます。でこんな感じでいい感じですね。癒しの日があって静かなビーチです。オーシャンフロントこの辺ですぐもうビーチです。でこんな感じでね、椅子があってダブルベッド、でもこれキングサイズじゃなくて、クイーンサイズです。一泊いくらで取ったかっていうと、3000ルピー、日本円でだいたいいくらぐらいだ、5500円ぐらいで、1人当たり、まあもちろんハンガリー人のね友達と泊まってるんで、2700円です。まあ、結構安いですね。一人で泊まると高いですけど、二人で泊まればね、安い。とにかくこのオーシャンフロントというのが一番あれですね、実況のところビーチフロントです。なかなか素晴らしいね。あ、こんな感じで、ね、今ビーチの前なんですけどね。でここの隣のレストランで、食事をしているところです。これが、チャーハン今から食べます。南の方にあるビーチです。そこでね、今食事しているところなんですけど、こんな感じで今シーフード、ゴアっていうと海に面してるんですけどね、今からシーフードを楽しむところです。で、こんな感じで今頼んだのがの サメ、シャーク、あとイカ、あとエビですね。これを頼んだ1500ルピーなんで、だいたい2200円ぐらいで、2人で食べるんで、1人当たりだいたい1100円。で、これ何がつくかっていうと、ポテトとかサラダとかいろんなのつくんですけどね。なんでこれだけ頼めば、あとは食べ放題でいろいろつくんでね。スナッパーとしてこういうタイみたいなやつありますよね。あとエビ、イカ、こういったものもあります。で、こんな感じで用意してくれる感じです。バタガーリーね、そこに今ありますよね。バタガーリー、バタガーリー、あーで、ここのこんな感じ、いい感じですよね。スズキ、あとはカニ、ロブスターなんかも食べれたりするんで、ぜひ見ていただいてね、新鮮か新鮮じゃないかってあるの、日本人だったらね、分かると思うんですけど、ぜひとも食していただきたいと思います。で、外でね、こういうビーチ上で、食することができるので、ぜひ、まあ、あのビーチの上でね、食していただきたいと思います。カップルの方、ご夫婦でね、来られる方とかね、結構いいと思います。雰囲気がやっぱそうですけど。